上野美香は、兵庫県神戸市北区生まれ、山口県宇部市在住の日本のバイオリニスト。日本クラシック音楽コンクール、山口福岡地区審査員。北九州音楽協会会員。4歳から、ピーバディオ音楽院。アメリカ合衆国ボールチモアにてバイオリンを、鈴木メソッドで始める。1988年にタイズコンクール。 バイオリン部門小学生の部第1位を獲得し、毎日新聞社賞を受賞した。中学時代の1992年には、全日本学生音楽、コンクールバイオリン部門中学生の部福岡大会、第2位となる。東方女子高等学校音楽科を経て、東方学園大学を卒業した。在学中の1999年に日本クラシック、 音楽コンクール大学生の部で第2位となる。バイオリンを三永俊彦、石井室子、山口博之らに、バロックバイオリンを戸田織に指示。2001年には東京国際芸術協会全日本クラシック音楽コンサート第2位となった。2004年2月より響きホール室内合奏団に所属し、2008年1月からは、 同学団コンサートマスターを務めたに所属。この間、山口県芸術文化振興奨励賞を受賞した。2014年から2017年まで、湧き上がる、音楽機はイン北九州、祝祭還元音楽団コンサートマスターを務めた。また、2012年4月より、上市歴史的建造物である旧、上銀行館において、上野美香クラシックサロン、ヒストリア音楽塾を主催し、 2020年5月に60回目を迎える予定であったが、60回目の実際の開催は8月22日となった。2018年4月より、北九州グランフィルハーモニー還元楽団山口の若き芸術家たち、アーチスト・フォート・モロー山口団の初代コンサートマスターとなる。2020年にイタリアのトリエステベルディカ劇場還元楽団に研修派遣された。 現代、バイオリン及びバロックバイオリンの演奏家。ビオラや、ビオラダモーレもこなす。子供の演奏家を天使に見立てて描いたイラストを絵はがきにして、コンサート会場で長年にわたって販売し、売り上げ全額をユネスコ世界テラ子や運動に寄付をした。2011年、有田正宏、チ代コラと、名曲アルバムで JS バッハの、ブランデンブルク競争曲第5番。 ビバルディのフルート競争曲海の嵐を演奏ありがとうございます。